番組初。ナンバーアンダーラインアイが30秒の自己紹介に挑む。衝撃の登場。ナンバーアンダーラインアイがフライデーミュージックパズルに。FM 並みから流れる音楽の響きに、フライデーミュージックパズルの忠実なリスナーたちは興奮を抑えられないでしょう。今回、11時台には番組初登場のナンバーアンダーラインアイが登場します。 コミュニティのエンターテイメントシーンにおける鮮烈なイベントが再び我々の目を引きつけています。今週の金曜日、ZIP FM のフライデーミュージックパズルが新たな魅力をもたらす注目のアーティスト、ナンバーアンダーライン愛をフィーチャーします。これは番組史上初の出演という重要な時刻であり、コミュニティのファンは熱狂的に期待しています。 ナンバーアンダーラインアイ現代音楽のシーンで顕著な存在であり、現在の音楽史上で脚光を浴びる。彼らが何を特別な存在にしているのかおそらく、各メンバーが持つ個性の融合だろう。彼らはそれぞれ異なる特徴を持ちながらも、完璧に組み合わされています。そして、4月15日には、 ナンバーアンダーラインアイは結成6ヶ月を迎えることになります。しかし、その前に彼らはラジオのオンエアで全く新しいチャレンジに直面します。たった30秒の自己紹介についてのトーク。これは彼らが以前経験したことのない試練です。リスナーからの期待は少なくありません。彼らは この30秒で彼ら自身をどのように紹介するのか知りたいのですかこの短い時間で自己紹介を十分に行うことができるでしょうかそして、この挑戦に直面した時に何が起こるのでしょうか観客だけでなく、ナンバーアンダーライン愛のメンバーも緊張に直面しているようです。この30秒のチャレンジで自分自身を面白く、 魅力的に表現する方法は何でしょうかそれは自信だけでなく、最初の言葉からリスナーの心をつかむ能力も必要です。一方、SNS では予測、希望、興奮の波が広がっています。どのようにナンバーアンダーライン愛がこの挑戦を乗り越えるのか、それぞれの人々は異なる考えを持っています。成功すると信じる人もいますが、 前例のない出来事が待っていると考える人もいます。ナンバーアンダーラインアイは6ヶ月の活動を経て、この音楽シーンに活気をもたらしてきました。彼らの独創的なスタイルと才能によって、彼らは数々のファンを魅了し、その数は日々増え続けています。今回の番組への出演は、彼らの成長と成功をさらに裏付けるものとなるでしょう。 この特別な出演に対するファンの興奮は高まる一方です。番組の恒例の30秒自己紹介セグメントにおいて、彼らがどのようなパフォーマンスを見せるのか、ファンたちは熱心に予想しています。彼らの個性と魅力を十分に発揮することで、彼らのファンをさらに魅了することは間違いありません。さらに、 番組への出演はコミュニティ全体にとってもポジティブな影響をもたらすことが期待されます。ナンバーアンダーラインアイの音楽は聴衆を元気づけ結束を促進し多様性を称賛するメッセージを広めます。彼らの楽曲は様々な背景や文化を持つ人々が集まり一体感を共有する機会を提供してくれます。また番組を通じて 音楽に対する新たな視点や理解を得ることができるでしょう。ナンバーアンダーライン愛のメンバーが彼らの音楽に込めた思いや彼らが想像するコンテンツの裏側について語ることで聴衆はより深いつながりを感じることができるでしょう。つまり、この番組の出演は単なるエンターテイメント以上のものです。それはコミュニティ全体にとって 音楽の力と影響を体験する貴重な機会となるでしょう。我々はナンバーアンダーライン I の熱狂的なファンたちと共に、この特別な時刻を心待ちにしています。遠くにいるリスナーにとって、各メッセージ、写真、SNS 上の質問は全て興奮と期待の一部です。彼らはナンバーアンダーライン I のラジオトークでのエピソードを公開することはありません。 期待が高まり、今後の展開を見守るだけです。ナンバーアンダーラインアイが30秒の自己紹介のチャレンジに直面するとき、彼らの物語はどうなるのでしょうか待ち遠しいですね。それでは、この挑戦についてどう考えていますかナンバーアンダーラインアイはそれを乗り越えることができるでしょうかそれとも、この件について他の考えがありますか コメントで皆さんの意見を共有しましょう。5周年を迎えたフライデーミュージックパズル、そしてナンバーアンダーラインアイの出演、誠におめでとうございます。この度、番組では新たなる風を呼ぶために、ナンバーアンダーラインアイをお招きすることになりました。その名も、番組恒例の30秒自己紹介チャレンジに挑戦していただきます。 ナンバーアンダーライン愛の出演について、コミュニティからは大いに喜びの声が上がっています。さて、30秒自己紹介という試練、果たして彼らはどのように挑むのでしょうか一人一人が短い時間の中で自身を表現する様子は、きっと聞く者を魅了することでしょう。そんな彼らの挑戦に対して、ファンからも熱い期待が寄せられています。一体、 どのようなエピソードが繰り広げられるのか予測することは難しいですが間違いなく笑いと驚きに満ちた素晴らしい時間となるでしょう番組が提供するこの特別な瞬間を楽しみにしている人々はエリア外であっても後からでも必ずその魅力に触れることでしょう彼らの短いが濃密な30秒は聞く者の,の心をつかむこと間違いありませんそして 番組を聞くことで、日々の生活に活力と元気をもたらすことでしょう。来週1週間、仕事や家事に頑張るためのエネルギーを与えてくれることでしょう。ナンバーアンダーラインアイの30秒自己紹介チャレンジは、単なる番組の1コナーではありません。それは、コミュニティとアーティストとの交流を深め、新たな驚きと喜びをもたらす特別な瞬間なのです。 彼らの挑戦に注目し、その瞬間を共に楽しみましょう。5周年を迎える ZIP FM のフライデーミュージックパズルにて、今週の金曜日の11時台には、注目の新人グループ、ナンバーアンダーラインアイが初登場します。この特別な出演により、コミュニティ全体が注目しています。番組では、 通常の30秒自己紹介のチャレンジに n、no. ンバーアン Underline I が挑戦します。このイベントは新たな視聴者を引きつけるだけでなく番組のファンを魅了するものとなるでしょう。n、no. ンバーアン Underline I は結成してわずか6ヶ月ですがその活動は多くの人々にとって注目の的となっています。彼らの音楽スタイルとパフォーマンスは フラパズのファン層に新しい刺激を与えるでしょう。彼らの登場により、フラパズのコミュニティは多様性と新鮮さをより感じることができるでしょう。ツイッター上では、ファンたちがこの番組への期待を高めています。ナンバーアンダーライン愛の30秒自己紹介についての予想や、楽しみにするコメントが相次いでいます。彼らのパフォーマンスがどのような反応を呼ぶか、 そして彼らがコミュニティにどのような影響を与えるか、これらの点については今後の注目ポイントとなるでしょう。番組へのナンバーアンダーライン愛の出演は彼らのファンにとっては特別な機会です。彼らの音楽の背後にあるストーリーや彼らの個性についてのさらなる理解が期待されます。この出演は彼らがどのようにしてコミュニティに新しい視点をもたらすか。 そして彼らのファンとの絆を強化するかを示す機会でもあります。